ミシェル内閣は、シャルル・ミシェルが首相に任命され、2014年10月11日に成立したベルギーの内閣である。青字に黄色の十字が描かれたスウェーデンの国旗改革運動、新フラームス同盟、キリスト教民主、フラームス及びフラームス自由民主による中道右派連立政権である。MR よびオープン VLD のシンボルカラーである青、n ヌの黄色。 そして CD&V のシンボルである十字にちなみ、スウェーデン連立と呼ばれる。2014年5月25日に実施された下院選挙後、連立協議が行われ、10月7日に上記4党が連立政権受立に合意。その後、10月11日にフィリップ国王立ち会いの下で、就任宣誓式が行われ、新内閣が正式に発足した。 2010年の前回選挙後は政権発足までに約540日を要したが、今回は約140日での政権発足となった。ミシェル首相は当時38歳でベルギー首相最年少での首相就任となった。また、連立を組む4党のうち、ミシェル首相が党首を務める MR のみが南部フランス語圏の政党で他の3党は、 北部オランダ語圏の政党である。このうち北部の分離独立を掲げ、先の会院選挙で第一党となったエヌバは初めての政権参加となった。2018年12月に移民のためのグローバルコンパクトをめぐる閣内対立からエヌバが連立政権から脱退し、同年12月18日に残る3党による第二次内閣が発足した。 2019年7月2日に、ミシェル首相が同年12月からの欧州理事会議長に選出されたため、10月27日に首相を辞任し、ソフィー・ウィルメス内閣が発足した。ミシェル内閣は以下の14人の大臣及び4人の閣外大臣により構成される。2015年5月21日、N 場所属の大臣についての担当業務の変更があり、 ヤンヤンボン副首相が担当していた大都市はエルケスルールス閣外大臣の担当になった。また、エルケスルールス閣外大臣が担当していた脱税対策はヨハンファンオオフェルト・フェルト財務大臣の担当になった。2015年9月21日、エルベジャマール予算大臣がリエージュ州知事になるためソフィー・ウィルメスに交代した。2016年3月22のブリュッセルでの 連続テロ事件を受け、ジャクリー・ヌガラの運輸大臣は、事件発生前に、ブリュッセル空港のセキュリティに関する報告書を受けていたと報じられたことを受けて4月15日に、辞任し、フランソワ・ベローに交代した。2016年4月29日、バルト・トム・レインが辞任し、フィリップ・デバッカーに交代した。2017年2月20日、エルケ・スルールス貧困対策、機械均等。 障害者、脱税対策、科学政策担当閣外大臣が辞任し、ズハルデミールに交代した。2017年7月26日、ウィリー・ボルシュ中産階級、自営業、中小企業、農業、社会統合大臣が、ワロン政府の首相に任命されたため辞任し、デニス・デュカルメに交代した。2018年11月12日、 ステイフェン・ファンデプット国防大臣が、ハッセルト市長になるため辞任し、サンダー・ルーンズに交代した。ありがとうございます。